者がもう一人、しかも俺の可愛いキツネじゃないか。大きいキツネ小僧、今は明治何年だ？今は大正時代だ。大正また俺がこんなところに閉じ込められている間に、許さん許さん、うろこだ姫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 。どうしてうろこだ姫さんを、俺を捕らえたのはうろこだ姫だからな。あいつの弟子はみんな殺してやるって決めてるんだ。そうだな、特に印象に残ってるのは二人だな。珍しい毛色のガキだったな。一番強かった、獅子色の髪をしてた、口に傷がある。もう一人は花柄の着物で女のガキだった。小さいし力もなかったが素晴らしっこかった。それって、じゃああの二人はこの鬼に殺されていた。でも俺は二人と、お前が錆びたとマコモを恨むなら鱗だけを恨む。あいつが俺をここに閉じ込めたからこうなった。ふざけるな、お前の行いは許されるものじゃない。見た目だけじゃない、お前に食われた者の仇は俺が取る。ここだ。甘いんだよな。兄ちゃん、兄ちゃん、避けた。まだ動けるのか。弟の茂の声が聞こえた。あれが聞こえなかったら危なかった。ありがとう茂。いない兄ちゃんですまない。抵抗したって無駄だ。体が大きくなっている。冷静に冷静に、心は強く、呼吸を整えるんだ。お前本当に鱗滝の弟子か。他の弟子よりも全然弱いじゃないか。行くぞ、焼き付けろ。水マコモ、二人は俺を強くするために俺に協力してくれた。こいつを倒すための力を俺につけてくれた。だから俺は負けない、こんな鬼に。右に左に俺を翻弄しようとしているのか。小さい体は大変だ、うろちょろと。でも何をしても意味はない。俺はお前より大きい、体も強い、そして首も硬い。かわいそうなキツネだ。どうやって食ってやろうか。
潰れろ。高い、仕留め損なった。でもね、空中ではこの攻撃をかわせない。弾かれた。全集中、水の呼吸。大丈夫、俺の首は硬い、こいつは切れない。一の肩。うぅ、水面斬り。くそくそくそ、体が崩れて消えてゆく。止められない。くそ、目を閉じるのは怖い。最後に見るのが鬼狩りの顔だなんて。悲しい匂い。神様、どうかこの人が今度生まれてくるときは鬼になんてなりませんように。サビとマコモ、そして殺された他の子供たち、勝ったよ。もう安心していいよ。きっと約束通り帰るんだろう。魂だけになろうと詐欺り山へ。大好きな鱗滝さんのところへ。